おだい。月曜日フットサルアジアカップ第3戦が終わって帰ってるところです。まさかの結果に終わりましたね。いやー、17大会で初の予選敗退でございます。ループステージ敗退。予測してなかったね。予測しなかったですね。ここはいやー衝撃です。試合後も何も考えられなかったけども、人生で2回ワールドカップ予選敗退を生で見ると。川井さんだけですよね。ライターは僕だけですね。2回は僕だけですね。今日の試合見ても、まあ、選手を精一杯当然戦ってるし、何が足りなかったかって、ね、そうなかなかすぐには見えてこないんですけど、空回りはしてたのかな。なんか 1-0 になってリードしてから2点目が全然入る気しなくて、1-0 だと怖いってずっと言ってたんだけど、ねえ、そのままで1点追いつかれて、で追いついた後も手がなかったですね。試合後ビッグゾーン、うん、非常に残ってるような話とか、安藤かな、泣いてましたよね。うん、号泣してましたね。どういう話を。この先もうワールドカップ予選は4年後になっちゃうけど、この先こういう戦いがあるんだってことをピッチで伝えないといけないよねみたいな、ベテランだったからいろいろ思うことあるだろうと思ったんだけど、そういう話をしたらもう泣きながら、自分がこれ以上フットサルを続けてピッチ立っていいのかもわからないんで、今は何とも言えないですみたいなことを。分かってもらう必要ないのにね、こう結構背負い込んでる選手とか、スタッフの倉田さんもそうだけど、すいませんすいませんって言って。まあでも本当にベテランの選手、ニブヤとかもそうだけど、悔いがあった時を知ってる選手たちは、いかにワールドカップ予選で負けて勢いがなくなってたかは知ってるはずだから、今回のことがどんなダメージがあるかは頭にあるんじゃないですかね。なかなかちょっと厳しいね。これは1年前もあったから、そういう経験もしてるからこのチームは大丈夫だと思ったんだけど、なんか教訓にするのが難しいというのか、まあ、でもこれで本当にまた4年後ワールドカップ予選っていうか、もうアジアカップが多分4年に一度になるんですよ今後、はい、でワールドカップ予選の旅にしかないっていうので、日本はもう限りなく苦手意識を持ちながら毎回戦うことになるのかなっていうのと、他の国は日本には勝てるぞっていうのは、今日もやっぱりね、イランは勝ってて寄せつけてないわけで、次の大会の日本のポットが何番になるかなってのも出てくるし、なるほど、どうなるかなこれ。何か変わるんですかね。どうですかね。でも新しくやろうって思う子は減ります。減るっていうか増えないですよね。ワールドカップ行ったとかなんとかって見る機会がまた減ってるから。僕は堤さんに話聞いて、はいはい、試合終わってから平田選手がこうピッチサイドで立てなくなってたじゃないですか、はい、で最後起こしに行ったっていうか、どういう声かけてたのか聞いて、最後サポーターへの挨拶もあるんで、ファミリーとして最後のやるべきことだと思うんで、挨拶はしっかりしようねぐらい、まあそうですね、呼びに行ったみたいな話をしてましたね。平田君も話しながらまたこう見上げてきて、何回も涙ぐんでましたね。申し訳ないって。何すればよかったんですかね。今日勝ったの韓国だけですもんね。2つに引き分け。いや、さすがにだってグループリーグ敗退のレベルの低さじゃないと思うんですね。明日から来る予定だった人々はみんなどうするんだろう。小暮さんの話は何か印象のことがありますか。まあ、言い訳したかったことはいっぱいあるだろうけど、自分の決断だからみたいな、どうなんだろう、本音なのかわからないですけど、ベテランの招集についてもそうだし、サンセットにすることについても、小暮監督は本来やってきたものだったり、貫いてきたものを天秤にかけて、こっちの方が勝てるっていうことで、自分が今までやってなかったことに振って負けちゃったから、そこは悔いあるんじゃないかなって思いますけどね。個人的にもそっちで勝負してほしいなっていうのがすごいあったけど、分からなくもないなっていうのはあったんですよね。最初にユブヤ呼んで安藤呼んだ時に、俺はちょっとと思ったのは、今回テレビの仕事を手伝わせてもらってたから、ラージリストに誰が入ってるか知ってたんですよ。全部中からピコだったら元石とか
入ってたからそっちかなと思ったし、基本的にもね、うん、まあ、フィックスだったら、まあ、内村が確かに一番だったけど、内村は怪我してたから呼べなくて、じゃあ伊藤啓太かなと思ったら、安藤はまずそこのリストに名前があった時点で衝撃だったから、開幕で呼んでないのにここでって、だってやってきたフットサルは今までやってきたことないもので、習得に時間かかってたわ、もう分かってたはずなのにそれでも入れてたかっていうのは、もう完全に保険というか何かが起きた時状態だったから、悔しい思いをした選手たちがその悔しさを晴らすストーリーみたいなのも言ってたけど、うん、確かにそれがうまくいったなら本当に素晴らしい状態だったけど、結果的に2人はまたね代表でさらに悔しい思いを重ねることになっちゃったし、まあもう正直年齢的にも次はないだろうから、そうすると今度若手がまたワールドカップも経験できなかったし、そうだね、これはなかなかちょっと重たいですね。また2回に1回ワールドカップ逃してる場合じゃないぞっていう、結局本番じゃないと経験できないですからね、こういうのっていろいろ考えちゃう本当にちょっとした歯車で全然違う結果になってたはずだから、2点目は確かに欲しかったね、うん、はい、そこでね、トリピエータがカズヤだったり、ね、アリトゥール、ここで点取れる選手がいなかったね。それ言われると選手めちゃくちゃ悔しいだろうけど、いやでももうそうでしょ、これチャンスはあったもん、何回かね。個人的にはセットプレーで点が入らなかったことが気になっているのと、あと前からのプレスってショートカウンターみたいなのもあんまなかったですね、今回あんまり。カズヤのあの迫力ある守備がなかったのはあるのかな。もちろん対戦国のレベルも上がってプレス回避も上手くなってるのがあるのかもしれないけど、うん、ね、あんまりはまってる、うまくはめてるシーンが見れなかったなっていうのはちょっと、プレーの守備もそうですよね。日常の F リーグだからちょっとファール取りすぎだったりするんじゃないの、あれ。もうちょっとゴール前でレシックするとか、何が何でも止めるとか、そうリーグでやってるのが出てんじゃないのかなってちょっと、まあ、なかなかちょっとね、アジアカップのこのレフェリーが良かったとは間違いなく思わないから、この基準でっていうと難しいところだけど、毎回ちょっとなんか大会ごとにこう、そうそう、アジャストが必要というか、今回特に今までと全然違くて、今まで何やってもファール取らなかったようなのが、もう今回ピッピピッピ吹いてたから、なかなか衝撃でしたよ。さっきね、電話でザマケンジと話してて、吉川開けてなかったのは、まあ、守備がマンマークだったから最後ちょっと寄せきれなかったりしたのがあんじゃねえかみたいな話で、例えばポルトガルとかアルゼンチンとかそういう強豪に対しては日本はワンマークとかやってもいいけど、自分たちより格下の相手だったらワンマークじゃない方がいいんじゃないのみたいな話をしてたんですよね。おおだい、あれガードレールだったらやばかった、危なかったよ、死んでたよ、なんか衝撃映像撮れたの